はいどうも、モーリーです。今回はマッチプレビュー編です。J リーグ第33節、湘南ベルマーレ対横浜 FC 戦、マッチプレビューをしたいと思います。まずは横浜 FC のここまでの成績を確認していきましょう。ご覧の通りになっております。現在リーグ順位19位、6勝7分け19敗、30得点69失点となっております。前半戦では最下位でしたが、後半戦では大きな補強で勝ちを増やしていき、前節を終えて順位を上げてきております。湘南との勝ち点差は3ポイントと絶対に負けられない一戦になりますね。そして横浜 FC の直近5試合の成績も確認していきましょう。ご覧の通りになっております。直近5試合では2勝1分け2敗9得点12失点となっております。5試合でこの得点と失点数、かなり複数得点が動く試合を繰り返していますね。横浜ダービーで引き分けてから直近2試合では2連勝と3試合負けなしの状態で湘南戦を迎えます。状態はかなり良い中で迎えるので気を引き締めて戦っていきたいところですね。そして湘南ベルマーレと横浜 FC の直接対決の過去の戦績を確認していきましょう。ご覧の通りになっております。湘南ベルマーレが横浜 FC に対して19勝7分け14敗と勝ち越しております。またリーグ戦のみですが、直接対決の直近5試合の試合結果はご覧の通りになっております。2勝1分け2敗とイーブンとなっております。前回対戦時では横浜 FC に今季初勝利を与えてしまいましたが、内容でも負けていたと思います。今シーズンはルヴァンカップを含めるとすでに3度対戦しており、1勝1分け1敗とどちらが勝ってもおかしくない相手だと思います。残留争いをする中、シーズン終盤での神奈川ダービー、絶対に勝つしかありません。さあ、それでは横浜 FC の注意したいキープレイヤーを1名ピックアップさせていただきます。横浜 FC のキープレイヤーはサウロ・ミネイロ選手です。夏に獲得したブラジル人ストライカーのサウロ・ミネイロ選手、一瞬のスピードと強烈なシュートでここまで4得点挙げています。しかも直近3試合で4得点とノリに乗っているストライカーですね。裏への抜け出しやペナルティーエリア内に侵入してくる加速力があるので、間合いを図って対応していきたい危険なプレイヤーです。横浜 FC もサウロ・ミネイロ選手をどう生かしていくかで残留できるかどうかが決まってくると思いますので、注意したい注目プレイヤーです。さあ、それでは湘南ベルマーレのゲット3ポイント確認していきましょう。今節のゲット3ポイントはこちら、守備の準備、カウンターを仕留めるというところを挙げさせていただきました。おそらくこの試合は互いに縦に速い試合展開が続くと思います。その中でどれだけ多くの得点を奪えるのか、複数得点を動くゲームになると思います。まず守備面では横浜 FC の速い攻撃への準備、気を緩めないことを90分通してやっていきたいですね。前回対戦時ではリスタートの準備不足から失点をしてしまいました。一つ一つのプレーで集中を切らさないことが大事になりますね。またサイドではドリブルの速い選手がいますし、最近は何といってもサウロ・ミネイロ選手のスピードが非常に脅威となっております。出し手を潰すため前線、そして中盤のプレスの強度が大事ですが、サイドの裏や中央一発をやられないよう距離感を持ってしっかり対応していきたいところですね。そして攻撃面では同様に奪った後の素早い仕掛けが重要だと思います。前回対戦時では時間をかけてしまうことが多く、相手の守備枚数が多くなってしまいました。ゴールキーパーのファインセーブも多かったですが、得点を奪えていません。湘南の直近の試合では必ずね、1試合に1回はフォワードの裏抜けからゴールキーパーと1対1のチャンスを作れています。ここは継続的にしっかりチャンスを作ってゴールを奪ってほしいところです。また後半になって勝てていない状況ならば、縦に速いグランダーのパスをつなぐのではなく、ウェリントン選手の高さを使った攻撃をするなど、攻め手を変えていってほしいところです。とにかくこの試合では勝つか勝つか、それ以外の選択肢はありません。必ず勝ちましょう。そして最後に横浜 FC 戦予想スタメンを発表したいと思います。
今節の予想スタメンはこちら。ゴールキーパー谷選手、3バック舘選手、石原選手、大野選手、ウィングバック岡本選手、畑選手、中盤3枚田中選手、バラダ選手、平岡選手、2トップに町野選手、ウェリントン選手という布陣で前回同様のスタメンを予想しました。前半でしっかり攻めて先制点を奪い、後半もプレスを弱めないよう大橋選手やタリック選手を使っていきたいですね。前節交代枠が残ってなく最後まで出場した小林選手はかなりひどいぶつかり方をしていたので、おそらく怪我でメンバー外になると思います。残留に向けて必ず勝ってここから流れを変えていきましょう。ということで横浜 FC 戦マッチプレビューをしていきました。それではご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録高評価お願いいたします。皆様からのコメントもお待ちしております。また次の動画を楽しみにしていてください。バイバーイ。